表札は居住者の姓や名を記して門や玄関などに掲げて示す札。日本では郵便配達の際の便宜などから居宅には表札が掲出されていることが多い。日本で表札が一般的に使われ始めたのは明治初期に戸籍法の制定や郵便制度の導入が行われてからである。 江戸時代まで多くの庶民は公的な名字を持たず、遠くに転居することも少なかったため、武家屋敷には見られたが、一般的ではなかった。日本の郵便制度では、郵便物は単に、住所にではなく宛名の、個人に対して配達する義務を負うものとして、整備されたという指摘がある。1892年6月、陶器製の表札が、新案特許を得て発売された。 本格的普及が進んだのは関東大震災以降とされ家屋の倒壊で移転した後の住居において住人がわかるよう表札が利用された住宅地図メーカーの前輪などではこの表札や郵便ポストに記載された人名を公開情報として記載している職業や資格を証明するための表札も存在する日本の変な風習で家の表札の横に 猿のお面が飾られていることが、猿は木から落ちないという受験の厳格儀もあるが、表札を盗む受験祈願の行為の一つ、4件の家の表札を盗めば、試験を制するというダジャレから4件取るで、試験通るが試験通るというように、4件の家の表札を盗むと試験に合格する、そして合格した、暁にはお礼の品と手紙を共に玄関先に届ける、つまり、 表札を集めると受験に合格するという都市伝説がある。いぶセマッスジなどが散々やられており、あげくに紙の表札にしたと手記に残している。将棋騎士の石田和夫九段も受験シーズンに家の表札を取られたことがあり、この迷信でやられたのではないかと見ている。欧米では、住所は重要な個人情報でわざわざ掲げる必要は、 ないと考えられており、日本のような表札の文化はない。イギリスやアメリカでは、住所表記はアベニューごとの番地を利用している。イギリスでは、個人の居宅に表札を掲げることは、一般的ではない。郵便配達人は指定された宛先に記載された、住所に対して配達する義務を負っていると考えられており、住所が一致していれば、 過去に住んでいた住人宛の郵便物など、実際の居住者とは、無関係に届くことも多い。食堂、浴室などの、アクリル製サインプレートハット ABCD ヘンリー F、マクブライト、日本再建録、ヘンリー君の現代日本ウォッチング。PHP 研究所、2002年、a b c d e エ s ノリコ、欧米にはない日本における、表札事情とその歴史を知るから、 ライフルホーム、エスプレス2021年11月20日閲覧。明治文化史生活編、開国100年記念文化事業会、イブセマスジさんの思い出その6、イブセマスジの表札ある日のイブセさんの話から、特集、イブセマスジ生誕120年記念、将棋世界1984年4月号144ページ。ありがとうございます。